はい、こんにちは。速解塾の久保です。今回はですね、見栄を張ること、意地を張ることっていうテーマでお届けしましょうかね。やっぱりこう男たるものではないですけどもね、プライドっていう言葉は私ね、あんまり安っぽくて好きじゃないんですよ。ただやっぱり意地を張っていくこととか見栄を張ることで、ちょっとした背伸びですよね、そういうことをすることによって、進化進歩していくところがあるんではないかなと思いますよね。とにかくね、もうちょっと違う自分になっていく、憧れの自分を追い求めていく中では、ちょっとした無理が生じると思うんですよ。そのちょっとした無理がきっとね、次の一歩を踏み出させると思いますし、まさにね、勝ち目のない勝負に立ち向かっていくっていう、こういう精神っていうのは、もう完全に見栄とか意地ですよね。これがですね、いろんなドラマを作っていくものだと思います。全てが合理的であって、全てがね、損得勘定であること、いわゆるこれはですね、この生産的な考えっていうのは、きっと人間の感情の反対側にあるものではないかなと思うんですよ。人間の感情としてはですね、振られるかもしれないけど立ち向かっていくとかね、身分不相応だけどとりあえず取り組んでみるとか、そういった当たって砕けろ根性っていうのが、きっと男性のね、憧れるところなんではないかなと思うんですよね。少なくとも私はそういうふうな気持ちを持ってますね。ただ、プライドとは全然違います。私は基本的にそのプライドがないわけなんですよ。プライドがないけども、ビジネスをしている人間として、プライドと問われれば、売り上げが全く上がってないことに対しては、恥を感じないといけないかなと思いますよね。そして目の前の人のお役に立てないこと、これも私は恥を感じざるを得ないかなと思います。そんなところでね、男ってのは結構損な生き物だと思いますけども、損してなんぼだと思いますしね。だから私の口から不公平だとかね、不平不満を鳴らすっていうのは、これ一つまたね、ちょっとしょうもない話だなと思うんで、私は言わないことにしてますね。ただ他の人が使う分に関しましては、尊重する意思は十分ありますけども、世の中はどうやっても不公平なんですよ。誰が決めても不公平なんですよ。だからその不公平をですね、乗り越えるために工夫するのがビジネスであり、知恵であり、意地であり、それからね、見栄なんではないかなと思いますけどね。背の高い人、低い人、もう顔も違いますしね、生まれ落ちたその環境も違います。全部不公平ですよ。走ったってね、速い人と遅い人がいるんですよ。物覚えだって速い人と遅い人がいるんですよ。いちいち不公平なんですよ、世の中は。だからどうするっていうところが、私たちに求められてるんじゃないかなと思いますよね。自分にはもう全然ね、不相応な相手に恋をしてしまった、ね、そしてライバルはイケメンで金持ちだ。不利ですよね、不公平ですよね。だけども自分の持てる最大限の力で立ち向かっていくこと、それがかっこよさにつながるんだと思うんですよ。あとはね、人の判断を待つだけかなと思います。人事を尽くして天命を待つという形ですか。男は身を張って、意地を張って、そっからじゃないですか、勝負が始まるのは。はい、今回は以上です。